立山バイパスは、千葉県の立山市南総文化ホール前交差点を起点とし、南房総市、ただ両交差点を終点とする国道127号のバイパス道路である。立富トンネル南口付近より、立山市街方面を望む旧道は、千葉県道302号立山富浦線であり、当道路は旧道に対し、立山市街の東側を縦貫している。 1986年4月7日に部分開通した後、1993年3月25日に全線開通し、沿線はロードサイド型の大型ショッピングセンターが多数出店している。こうして商業の中心は立山駅前からバイパス周辺へと移り変わった。なお、立山市と南房総市の境には延長212メートルの屋形不トンネルがある。 南房総市の富浦インターチェンジにて、ふ立山道路に接続しており、千葉市や東京都心部と立山市内を直結する役目を持つ。観光シーズンを中心に、たびたび渋滞が発生しているが、その対策として、往復4車線化の計画が策定され2008年度に着工した。工事は、南総文化ホール前交差点から名古交差点までの区間で行われ、 2009年3月31日に終了し、引き続き、名古交差点から河原地区交差点までの4車線化が2015年8月に終了した。残りの八形不トンネルを含めた、ふっつたて山道路富浦インターチェンジで入り口までの区間のボトルネックについても解消するよう、地元団体から国土交通省へ要望がされていたが、令和2年度の日本国政府予算にて、 調査設計費を計上することが2020年7月に明らかとなった。国土交通省はすでに二つ立山道路についても4車線に拡幅することを2019年9月に発表しており、これにより千葉市内や東京特部、横浜から立山市内までの基幹道路が一続きに片側に車線以上で結ばれることになる。平日24時間交通量。 ありがとうございます。